想像を絶する。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の心に秘められた真実とは、音楽は言葉を超え、心を揺さぶります。ナンバー、愛の曲は、その中でも特に深い感情を秘めていることで知られています。今回は、彼らの最新アルバムから垣間見る。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の感情に焦点を当て、コミュニティの視点とイベントの社会的影響について考えてみましょう。 アルバムの冒頭を飾る、富士は力強いロックから始まり、ランサブルなトラックへと進化します。しかし、この曲にはただのエネルギーだけでなく、メンバーのパフォーマンスに込められた強い思いが感じられます。特に平野仕様の振り付けによる、ゴリラのような雰囲気は、グループの個性を象徴しています。これは単なる楽曲ではなく、アーティストとしてのアイデンティティを表現する手段とも言えるでしょう。 次に登場する、レイは、バラードとしての側面を持ち、日常と特別な瞬間を共有したいというメッセージを込めています。歌詞がメンバーとのつながりを示唆していることから、彼らの日常生活や友情が音楽に反映されていることが垣間見えます。特にないと、岸優太タのボーカルの進化に感謝の意を表す一方で、感情の奥深さに触れることができるでしょう。アルバムの中で注目されるのが、レインです。 R&B トラックとして説明されていたにもかかわらず、ヒットホップの要素を取り入れており、多様性を強調しています。この曲はメンバーが様々なジャンルを自在に操る能力を示しており、グループの進化と勢力を象徴しています。特にライブパフォーマンスでのナイトの歌唱力に対する感謝の気持ちは、ファンとのつながりを深めています。アルバム全体を通して、カップリング曲にもその手の込んだ思いが感じられます。通常、 カップリング曲はシングル曲に比べて注目を浴びることが少ないですが、ナンバー、愛の場合は異なります。各曲のクオリティの高さに驚きと簡単の声が上がっています。これはまさにグループの実力と多様性が如実に現れている証拠であり、彼らの音楽の奥深さに改めて気づかされます。ファンの感想からも、このアルバムがどれほど共感を呼び起こしているかが伺えます。 カップリング曲がシングル曲としても通用するほどの魅力とツヤっぽさを備えているとの声が広がっています。その中で、個人的なエピソードや待望のライブへの期待が綴られ、コミュニティとアーティストの絆がより深まっていることが感じられます。ナンバー、愛の音楽は、単なるエンターテインメントを超え、聴く者とアーティスト、そしてコミュニティを結びつける媒体としての役割を果たしています。 このアルバムを通じて、音楽の力がどれほど大きなメッセージを伝えることができるかを垣間見ることができました。未来の活動や新たな表現に期待が高まります。カップリング曲の魅力をさらに発見し、ナンバー、愛と共に歩む冒険がこれからも続くことでしょう。